看板メニューは牛肉と豚肉が食べ放題のしゃぶしゃぶ。お肉だけでなく握り寿司や天ぷらなどの一品料理も食べ放題。これでお値段なんと3289円。たらふく食べて大満足。店舗数日本一を誇る巨大和食ファミレスチェーン、和食里だ。今回のリーダーは SRS ホールディングス3代目社長、重里正彦。お手頃価格の天丼からアワビのお寿司まで、めちゃくちゃ美味しい。和食だけに特化して胃袋をゲット。揚げて揚げて揚げまくる。商品開発の裏側やこの夏ヒットの予感、新型焼肉の秘密まで。ちょっとずつちょっとずつでもね、進化させるっていうか、ブラッシュアップするっていうか、止まったら終わるんですよ。人呼んでなにわの和食ファミレス王、大躍進の全貌に迫る。関西リーダーレス伝キーパーソンの成功秘話、早速今回のリーダーにご登場いただきましょう。 SRS ホールディングスの重里正彦社長です。どうぞお入りください。どうぞ。まあおしゃれな、ご覧、ちょっと年齢的には僕とあまり変わらないはずですよね。1968年生まれです。68年ですか、はい、いや若々しい社長で、はい、山之内すずさんは神戸のご出身ですけれどもね、はい、和食里はご存知でしたか。そうですね、私も生まれた地元にありましたし、やっぱりこう食べ放題が美味しい、ファミリーにとってすごく嬉しいお店っていう印象ですね、はい、ある種こう食のアミューズメントパークなんですよ、うんうん、だから前の日からちょっとこう食事の量を減らして、はい、相当空腹でいかないともったいない気がする。ありがとう。やっぱり家でね、はい、できないことをやっぱり我々提供しないと。まあ、今回コロナのこともあって、やっぱり外食産業の価値っていうのはやっぱり問われてるんですよ、はい、家から出ていく価値っていうのをどうやって提供するかっていうのは与えられてる課題だというふうに思ってやってるところもあるんです。SRS ホールディングスは和食里をはじめ、握り長次郎、宮本むなしなど和食の外食チェーンを展開。まあ、本当にですね、和食に特化したですね、はい、ブランドで展開されているということですよね、うん、で和食というとね、はい、なかなか職人はという感覚でですね、はい、チェーン展開は難しいんですけども、SRS さんの場合はですね、その調理をシステム化されて、はい、でシステム化することによってですね、全店舗で同じですね、美味しい味が味わえるということですね。そうそうそう、 SRS ホールディングスはどのように成功を収めたんでしょうか。その歴史と重里正彦社長の成功秘話にジャストミートや。和食里は正彦の父重里進が開業した法善寺寿司庵から歴史が始まった。1969年当時のメニューを見てみると、なんとてっちりが350円、てっさが250円。高級品のフグがこの値段で食べられるとあって、店は繁盛し、店舗数は少しずつ増えていった。創業者重里進には2人の息子がいた。1958年生まれの重里義隆現会長と、1968年生まれの重里正彦現社長だ。10歳離れた2人の兄弟は後に激動の人生を歩むことになる。父の進は仕事一筋で厳しく、しかも柔道は黒帯という昭和の典型的な頑固親父だった。なるほど、はい、正彦、遊んでばっかりおるけど勉強は済んだんか。はい。正彦。ブーン。いつまで遊んでんねん。スーパーカー消しゴム。お父ちゃん、ね、すんねん。僕が中学の頃、怒った正彦は父進が大切にしていた辞書を持ち出し、やるね、体がやり返すな。同じことされたら腹立つやろ。あいつを言うやつは
ボビー相手に背骨折れたかなと思いましたね。一番人生で痛かったですね、今の中で。はい、いやまあ一言で言えば本当昭和を絵に描いたあの頑固じじい。本当人の言うことは聞かないし、あの一回決めたら変えないっていうような親父でしたね。お父ちゃんむちゃくちゃ。ええか浅井子、世の中には聖人君子はいない。全て清廉潔白な人などおらんのや。よく覚えとけ。夢のない話ですよね夢のないだけど、まあ、それはその言葉は結構今でも覚えてますね、うん、正しいことばっかりが通るというわけでもないっていうのも言いたかったことはだんだん自分も経験を重ねていく中で分かってきたかなっていう感じかもしれませんね。1974年には店の名をおなじみの里に変更。ハンバーガーチェーンや居酒屋事業、ステーキ店など多様なジャンルに拡大していった。雅彦は次男ということもあり事業を継ぐ気はなかったという。東京大学に進学し卒業後は商社に就職した。その1年目に衝撃の出来事が起こる。もしもし。もしもし、雅彦か。大変や、親父がホテルの部屋で亡くなった。え、ちょっと待ってくれ、どういうことやそれ。何があったん。箱根に出張中の父が死んだという知らせだった。親父はね、約束した時間の1時間ぐらい前、用意できたかって必ず電話がかかってきた人なので、まあ、その日に限って、電話来ないんですよ。で電話してもね、出ないと不安になって、でフロントに行ってね、鍵を預かって部屋の中に入ったらもう亡くなってたんです。まあびっくりしましたよ。まあ悲しいというよりも会社どないなんやろうと思いました。父進は59歳の若さだった。父親が突然亡くなり、吉高は35歳で急遽社長になることになった。ちょうどその時はね、あの会社の状況も、もう一番悪かったんですよ。でもうニッチもサッチもいかん状況で、このまま養殖を続けていくとどんどん売上も利益ももう赤字でしたし、じゃあ僕がその養殖の改革ができるかっていうと自信がなかったし、その当時の社員で、それが短期間にですよ、5年なんかかけてたら潰れるわけですから、短期間に改革できるやつはいないかというと、これもいなかったんですよ。もうどうしようもなく、もう今やれる食えてる和食をブラッシュアップしながら和食へ業態転換前提しようと、こう心に決めて3年かけて業態転換したんです。和食が原点の里にとって洋食は他社のモノマネ。父進が目指していた洋食での成長とは真逆の道を選び、和食一本で勝負することに決めた。でもこう、もう正直なところこの会社はあの兄のものだと、うん、もう兄がこれからちょっと責任持ってやっていくしかないと、もう僕は僕なりにやっていくしかないなという思いもちょっとありまして。商社にいた雅彦は1998年から5年間海外勤務を経験。しかし40歳になる頃、所属していた部署がファンドに売却された。そう、ハゲタカファンドが流行ってた頃ですから、ハゲタカが来たのかぐらいのねイメージだったんですよね。でもう一回ちょっと考えて、俺これほんまに一生やりたい仕事かなって、その時ちょっと考えたんですね。どうせならもう後の人生やりたいことやりたいなって思った時に、やっぱり僕、やっぱりこれは家の血かもしれないけど、食べ物というか飲食の仕事っていうのはやっぱり食べ物に対して興味があったんで、そういう仕事したいなと本当にそう思ったんですね。俺も食に関わる仕事をやってみたい。
そこで転職を決める前に自分は飲食店事業に向いているのか相談した相手が兄の吉高だった。それやったらうちの会社に入ったらどうや。え、今飲食業界は厳しい過渡期にある。これからは海外への戦略も必要となる。そんな時に海外経験のあるお前がそばにいてくれたらこれほど心強いことはない。今の自分があるのは、まあ親父のおかげでもあっただろうし、まあそれなら一回自分の力を、まあ親父が作った会社で試してみようかなというぐらいの気持ちでしたね、最後の決め手は。はい、ラッキー、ラッキーやな。彼ぐらいのレベルは弟身内抜きにしてそんなうちに来てくれへんもん。3分の1でスカウトしてきましたから、給料。正彦は2008年6月佐渡に入社。直後に起きたリーマンショックで景気が悪化する中、いきなり国内事業の立て直しを迫られた。一体どうしたらいいんや。悩んでいた正彦の脳裏にある言葉が浮かんだ。それは子供時代よく聞いた言葉だった。ええか、人生は6割が経験、3割が知識、1割が夢や。そうか、とりあえずは経験や。そして俺にとっての今の夢は佐藤を立て直すということや。そこで正彦がまず目をつけたのが、皆さん、まずは和食佐藤にお客様が来ていただく牛作りをしないといけません。そのためには何が必要でしょうか。それは核となる商品作りです。当時最も売れていたのがちゃんこ鍋。これを強化できないかと正彦は部下とちゃんこ鍋の名店をリサーチした。そんな中で、ここは何や。ここはしゃぶしゃぶの店ですわ。ああ、しゃぶしゃぶか。えらい流行ってますね。うん、しゃぶしゃぶなら明日からでも出せるな。うちの強みである出汁を生かした佐藤ならではのしゃぶしゃぶ作ろうか。うちの出汁は絶品やから絶対流行りますわ。せやな。はい、まずは佐藤しゃぶと命名し食べ放題をスタート。毎年リニューアルを行い、見事核の商品として定着。それまで続いた総売上高の減少にストップをかけた。起死回生の商品はできた。次は経費の削減や。目をつけたのはキッチン設備の改革。発注の自動化システムなどを構築し店舗運営を効率化。2010年3月期には営業利益が4億円以上改善した。結果でその実力を内外に示し、2017年、お前が50歳になる前に社長を引き継いでほしい。え、佐藤を100年企業にしていく礎を作れるのはお前しかおらん。やってくれるな。わかりました、頑張ります。頼むで。これまで2013年に握り長次郎、2016年に宮本むなしなど傘下に収めてきた。お客さんがこう支持してくれる業態をなんとか自分のグループにしていこうという思いでやってきたというのが事実かなと思いますね。2023年3月期の売上は前の年と比べて100億円以上アップの545億円と過去最高を更新。快進撃を続けている。今までの、ね、経験で学んだことはやっぱ止まったら終わるんですよ。やっぱり商品ね、ちょっとずつちょっとずつでもね、進化させるっていうか、ブラッシュアップするっていうかしていかないと、その努力を続けていくことっていうのが、まあ、このビジネスでは
非常に重要かなっていうふうには思ってますし、特に核となる商品はやっぱり手抜かずおごらずやっていくっていうのがやっぱりお客様に見放されない大事なポイントかなっていうふうには思ってます。すずさんどう見ましたか今の。私は2001年の生まれなので、はい、桃の心がついた時には和食里っていうものはみんなが知ってる、どこにでもあるっていう印象やったんですけど、それまでにこんなストーリーがあってこうやって進化し続けてきたからこそ今の里が残ってるんやなと思うと、そうですよね、よりこうもっと里に愛情が湧くというか、そうだね。あの最初の写真見た時怒ってんのかなっていう感じの写真でしたよね。いつもあの顔でした。なんか睨みつけるような怖い怖い、本当ね、ええ、誰に会うより怖かったです。誰よりも怖かった、誰よりも怖かった、はあ、はい、じゃあ放送で言える範囲でいいんですけど、やっぱりグーとかパーが頻繁に飛んできたって感じですか。僕はあんまり殴られたことはないですね。ああそうですか、はい、チョキぐらいですじゃあね、まあ、チョキぐらいです。あそうですか、はい、あそれを聞いて安心しました、はい、まあ、いくつかこう、まあ、名言格言を、ね、残してらして、はい、成人君子はいないんだとか、はい、人生は6割が経験、3割が知識、1割が夢。なんかずるいことしたりしたら、はい、そうあかんのちゃうかって、どっちかって正義感強かったんですよ。まあ、今もそれなりに強い方だと思うんですけど、はい、それあんまり言うとですね、はい、腹が立つんでしょうね。綺麗事ばっかり言うなと、言うな、そんな綺麗事だけじゃ人生生きていかれへんぞということが言いたかったんだというのがよく分かりました。今になるとやっぱり今になると清濁合わせ飲むことの大事さっていうのは分かってきました。いやすごい分かります。でも、いい言葉じゃないですよね、はい、成人君子はいない、小学生には早すぎるこれ、でもこれまでこうメインでやってきたちゃんこ鍋から急にしゃぶしゃぶに力入れるぞ、うん、入れるぞって、うん、そこまで変えるってなると社内で反感というか、なんかちょっと反対の意見とか、いやいっぱいありました。大変でした。そのしゃぶしゃぶを食べ放題にしたんですね、はい、あの里歴史初なんですよ。食べ放題なんてって言い方よくないかもしれないですけど、はい、そういう店じゃないんだよねという諸先輩方は結構会社の中にもいらっしゃいました。王道なんだ、王道でいけと、はいはいはい、まあ、ただ一方でファミリーレストランじゃないかと、はい、うん、だったらやっぱファミリーで楽しめる方法の一つじゃないかと、客観視をされてるというかね、はい、うん、最初からお店に入ってるんじゃなくてですね、一遍外の、社会を見てからという、その非常に客観視されてるところがですね、はい、社内の反対を押し切ってでもやり遂げられたという点だと思いますね。やっぱり相場な的なっていうのかな、はい、何でもあるっていうのがいい時代だったじゃないですか、うん、その戦後高度経済、それがだんだんとじゃあ何が目玉やねんっていう話にやっぱり、はい、世の中になってきてるじゃないですか、はい、他のビジネスでも、やっぱそれがないなっていうのはやっぱり感じたんですね。それまでいっぱいいろいろなものがあることがやっぱりいいことというか豊かさっていう時代だったと思うんですけど、いやこれからやっぱりこれのために里に来るんだというものがないとお客さんはなかなか心にこう思い出してくれないな、うちの店のことということをすごいね思って、やっぱりその大事さ感じたんですよね。相当食べられてもちゃんと儲けは出たんですか。あの相撲取りさんとか、あの、はい、大学の野球あの大会とか以外だったら大丈夫です。そういった被害って言い方変だな、はい、そういったあのこともあったわけです、ね、はい、ありました。ある大学のラグビー部にやられましたやられましたっていう、はい、ゴールデンウィーク真っただ中、書き入れ時の和食里ではスタッフが右に左に大忙し。店内は多くの家族連れでほぼ満席状態に。入学のお祝いとか、あと、まあ、ゴールデンウィークなんでみんなでちょっと集まりたいなと思って、はい、美味しいですよ。庶民的な値段やし。うどんとエビ。エビ美味しかった。うどんとエビ。一番人気はこちら、牛肉と豚肉が食べ放題のしゃぶしゃぶ。その名も里しゃぶ。かつおだしや昆布だしなど6種類のだしから好きな味が選べることに加え、野菜もたっぷり取れるとあって年間230万食を販売、65億円以上を売り上げる里の大黒柱だ。さらに550円を追加すると焼き鳥に寿司、マグロまで、なんと75種類以上の商品を頼むことができる。食べきれないの。
これだけあれば子供たちも大満足。かなりの量を提供しているようだが、一体料理はどのように作られているのか。超ハイテク和食里の裏側で驚きの光景が。日本最大の和食ファミレス和食里、その厨房には驚くべき秘密が。オートフライヤーなんですけど、食材によって揚げる時間がちょっと違ってますので、バリオエリアを分けてそれぞれ入れていっています。エビは赤く囲ったエリア、野菜などは青く囲ったエリアと、具材を入れる場所を変えている。自動的に左から右に流れていき、天ぷらが完成。すごい。そうだったんすか。揚げ時間や温度は機械で管理されているため、効率的に美味しい天ぷらを作ることができる。他にも蕎麦やうどんを自動で茹でる機械や、ボタン一つで出汁が出てくる機械。すごい。最近ではこんなロボットも導入した。このロボット助かるんだよな。お待たせいたしました。失礼いたします。お待たせしました。ご注文のお料理をお届けに参りました。助かったわぜ。一人の人間が複数のポジションをねやれるような形にするためには、それぞれの作業をある程度単純化していかなきゃいけないっていう課題が実は非常に大きくありまして、まあ、そのためにはある程度の機械化やシステム化やキッチンサイドの作業を軽くしたというのが一番のポイントかなと思いますね。和食里が今一押ししているのがこの変わったメニュー。真ん中で焼肉、その周りで鍋が楽しめる里式焼肉だ。初めて見たわこのやり方。商品の開発に携わった杉本さん、ある国からヒントを得たという。微笑みの国として知られるタイ。タイ料理といえば辛みや酸味、甘みが合わさった香辛料が特徴的だが、杉本さんが目をつけたのは変わった形をした鍋だった。この料理は内側のドーム型の部分で焼肉をし、外側のくぼみで鍋をするタイで人気のメニュー。焼肉は店内に煙が充満するため、ファミリーレストランでは難しいとされてきた。実は煙っていうのは油が焦げることで煙って出てくるんですけど、その油が実はこう下に落ちてくるね。でここに実はスープが張ってあって、お鍋が楽しめるんですけど、このスープの中で油が混ざって味も良くなって、タイ式焼き肉って煙あんまり文句ないんだって。これって日本で里で我をファミレスなんですけど、その中で焼肉できるチャンスじゃないかな。大きさや重さ、食べやすさなど改良を重ねること1年、お客さんの反応も上々のようだ。食べてみたら周りでなんか食べみたいなのがいるから、ちょっとすごいな味って楽しいやなっていうのがまず1個あったのと、やっぱまあ普通やっぱ1個じゃないですか、やっぱどっちかしゃぶしゃぶか焼き肉か。でもまあこれ2個楽しめるんで、やっぱ飽きないかなっていうのはすごいイメージとしてはあったんで、まあ、面白みもあったんで食べました。里しゃぶに次ぐ和食里の新たな柱となることができるのか注目だ。日本経済新聞の加藤記者は、焼肉だけじゃない楽しみっていうのを、まあ、
見た目にも面白いこの鍋でですね楽しめるということで SNS 上とかでも非常にこう話題になってまして、通年での安定的な収入っていうのは一つ課題になっていたと。その中で通年でも楽しめる、夏のこの売り上げしゃぶしゃぶが落ちた部分を新たにカバーするような新しい、目玉商品として新しいお客さんも取り込めますし、既存のお客さんにとってはまた違った楽しみが提供できるっていうですね、ここでこう収穫力を上げていく力になるんじゃないかなと思ってますね。里しゃぶの次やっぱり何がやりたいだろうかと、お客様に何なら支持次されるかな、やっぱ焼肉だったんですよね。今やっぱ焼肉大人気じゃないですか。大人気ですね。だけど焼肉屋と真っ向勝負したってファミリーレストランですから、やっぱね換気扇も含めて絶対勝てない、その肉の種類とかですね、どうやったらできるだろうってずっと考えてたんです実は。その中でタイのムー型鍋って言うんですけど、あれにヒントを受けてやれるんちゃうかと、で鍋持って帰ってきてですね、で一回やってみようって、いろいろまたやっぱり鍋は鍋で、うまいこといかないこともあって、もう作るしかないと、角度きつすぎて肉落ちてくるやみたいなね、そういうこともいろいろあって、山の塩梅が難しい、山の塩梅難しいんですよ。であとここの深みがないと溢れちゃうとかですね、火の通り方でですね、そういうこともいろいろ経て形で全店で売り出したのが去年の9月なんですよね。意外と揚げたてが来たなっていう天ぷらは自動化システムがあったんですね、すごい、あれすごいよね。すごいですよね。だちょうどいい塩梅で揚げてくれるわけ、機械が。天ぷらは必ず前に人がいないと焦げちゃうって、だからずっと人がそこにいなきゃいけない、ポジションなんですね、そこをちょっと他のものを見れるっていう状況を作れるんですよね、そういう意味じゃ効率化しやすくなるんです、なるほど、今調理とかですね、店内サービスの その機械化だけじゃなくてですね、多いところでは50名ぐらいのスタッフがいらっしゃるんですけども、その勤務シフトについてもですね AI を使って自動作成しているというところでですね、いろいろな表裏でですねこうやって自動化されるというのがですね、やはり発展の一つの大きな理由だと思いますね。従業員の皆さんにとっても働きやすい職場になっているってことですよね。何度も何度もロボットが一気してる間に、ロボットがだんだん友達のように超えてきて、ボタンを押すと、私は先に帰りますと、かわいい、あれが何とも言えずに愛らしいんだよな。だからベテランのね、うちの社員なんか行くと、子供にね、おじちゃんかって言われるんですよ。みんなロボットを子供が待ち出してるんですよ。すごい、あ、そうなんですか。最初正直言って、ロボットが墓ぶってね、ちょっとね、無機質でね、サービスとしてどうなのかなっていうのはやっぱり我々の商売議論あるんですよね。でもところが今となったらロボットが来てくれ来た方がお子さん喜ぶんですよ、ね。なるほど。もうかわいそう、うちの社員かわいそう。わあ、おじちゃんかって言われて、やっぱりちょっとショックですよね。ショックですね。ショックですよね。おじさんがロボットの着ぐるみして出すしかない。それもっと嫌がられると思います。揚げて揚げて揚げまくれ、天丼の新しい可能性を探る。日本最大の和食ファミレス、和食里。正彦社長が片野市の店にやってきた。3日に1回は抜き打ちで店舗チェックをしているのだという。まずは厨房へ。ゴールデンウィーク前やから物多い？多いです。いや綺麗にしてるやん。いつもです。在庫の状況やキッチンのオペレーション、店員の表情まで細かい点をチェックしていく。店きれいにねされてるか、で特にチャンバー見るのはやっぱりチャンバー汚いところ大体よろしくないんですよ。現場に来ると見えてくるものですね。まあ大体来て僕の目を見てくるところは大丈夫です。塞ぎがちになるとかあるんです。塞ぎがち。なるほどね。防ぎがちでね。次に確認するのは、机の上に並んだ季節限定の商品。天ぷらも綺麗に上がってるな。かき揚げもだいぶ、もうみんな慣れてるから熟練してきたな。かき揚げ難しいのにな。味だけでなくメニュー通りの盛り付けか、価格と見合った内容になっているかなど、お客さん目線で隅々までチェックする。
美味しい。いつも通りや。実は正彦社長、商品の試食はこの日が初めて。僕はもう発売前にはできるだけ試食しないという形にしているのが今のうちの方向性ですね。お客さんが本当に今欲しがっているものをどうやって作るかっていうことを考えると商品開発に任せるという方向性の方がやっぱりきっと安定してお客様に支持される商品が出てくるんじゃないかなというふうに僕は思ってます。突然ですがここでクイズ。駐車場で正彦社長はあるものを指します。それは一体何でしょう。山の内さん10秒でお答えください。でも上見てますよ ね、 上の方だね。結構上見てるってことは看板とか、うん、道路から見た時にちゃんと見えるかみたいな。なるほど汚れとか。あ、なるほどね。そこ深いとこまで違う。正解は、そうこれいいんですよ、気に入ってるんですよ。めちゃくちゃどっちからもよく見えるでしょ、はいはい、もう一番好きな看板です。これだけで売り上げ変わりますから。全く変わりますから。こちらにも立派な看板のお店を発見。お手頃な値段で天丼を味わえることで人気の天丼天ぷら本舗3店。一番の人気の看板商品がこちら。3種類の野菜にアジやエビが乗った元祖天丼。値段はなんと430円。元祖天丼はこの店だけで1日150食を売り上げる大人気。値段も手頃な値段で食べさせていただきます、はい、だからよう来てます。価格、味、やっぱボリューム全部全体的にバランス見ても絶対的やと思いますよ。しかしこの天丼もともとは390円。物価高の影響を受け40円の値上げを余儀なくされたのだ。苦渋ですね。だって看板に390円って書いてあるんだから、それを消して今歩いてんだよ。油も高い、エビも高い、小麦粉も高い、米も高い、全部高いです今天ぷらの具材って。今非常にもう一回価格戦略含めて見直さなきゃいけない時期が来てるのは事実ですけど。こうした状況を受け担当者が集まった。テーブルの上にはずらっと並んだ食材、中にはこんなものも。値段を上げさせていただくんですけれども、まあ、それ以上にお客様にもっと喜んでいただける商品っていうのを作りたいなと思ってまして、新しい食材であったりとか今までなかったデザート天ぷらであったりとか、そういったものを今後入れていきたいなと思って、そのまあ可能性というかそれを探るための試食会でした。新しい可能性を探るべくとにかく揚げて揚げて揚げまくる。さてどんな味がするのか。食べたくなるな。でもアボカドは美味しいですね。あの今までやったこともないんで。アボカド結構そのまま天ぷらに合いますね。新商品開発への第一歩、揚げて食べてを繰り返し天丼の可能性を追求。物価高に負けない店作りを進めていく。店舗数日本一、冷めても美味しい唐揚げとは。グループ全体で800を超える店舗を持つ SRS ホールディングス。今年2月新たな仲間が加わった。それが唐揚げ専門店鳥匠。北は北海道から南は沖縄まで日本全国に224店舗を展開する店舗数日本一の唐揚げ専門店だ。しかし多くの店舗が駅前などではなく住宅地の中に店を構える。
さらに店内を見てみると、おや、少し狭いような。あまり高い賃料ですとね、コストもかかりますし、1等地よりも2等地、3等地が多いです。テイクアウトが中心のため、狭い店舗での営業が可能。コストを最低限に抑えることで着実に店舗数を伸ばしてきた。実は唐揚げの専門店はこの10年間で店舗数が10倍ほどに急増。特に増えたのはコロナ禍となって以降、巣ごもり需要を受けて一気に2000店舗も増えた。自炊疲れの受け皿となったことが要因として挙げられている。その中でも業界ナンバーワン、気になる味には一体どんな秘密が。店舗でお肉をカットしてタレに漬け込むっていう作業を各店舗がやっております。新鮮なお肉を使ってやることで美味しさが守られてるかなと思いますね。国産の鶏肉に揉み込むのは唐揚げの聖地とも言われる大分県中津の工場で作られた醤油味の秘伝のタレ。一括でタレを仕込むことでどの店でも安定した味を提供している。一番人気はジューシーでパサつきがない胸肉。たまらん。美味しくてジューシーっていうか、子供もちっちゃいですけどみんなパクパクって食べて、お肉が結構やっぱ柔らかくて、やっぱ家で作って2日目とかにしちゃうとやっぱパサパサなっちゃうんですけど、やっぱ2日目置いてても美味しくてジューシーだなと思います。次の日お弁当とかにも入れられますもんね。この味、ぜひスタジオで食べてみてください。これが自慢の、ぜひ胸肉です。胸肉なんですね、はい、います。大きいですよね、大きい大きい、一個一個が、うん、匂いだ、香りだけですごい。この肉汁とさることながら漬け込み具合、はいはい、絶妙ですね。これめちゃくちゃ美味しい。美味しいですね。これこれあれ、決して揚げたてではないですよね。揚げたてではないです。2時間ぐらいですかね。2時間半ぐらいですね。めちゃめちゃ美味しいよねこれ、うん、全然パサついてない。何時間ぐらい漬けてるんですか。これは一応秘密でもあるんですけど48時間漬けてる、48時間。今まで食べたテイクアウトの唐揚げの中で一番美味しい。あ、嬉しいです。よくテレビだとね、やっぱり2割3割増しで美味しいって僕ら言うんですけど、あ、今うんって言いましたね。これ本当に美味しいんですよ。 ありがとうございます。本当に美味しい。新商品を発売前に試食しないとって言ったじゃないですか、うん、はい、これって堀さん勇気いることですよね。そうですね、やはり全幅の信頼をですね、うん、従業員の方に置いておられるということですよね、はい、開発する側としたら嬉しいですよね、うん、なんかどうしてもこう社長の好みの味に、なるほど、そうなんです。そういうとこじゃなくね、あんまり言うとね、うん、僕が何が好きかあるじゃないですか、うん、そっか、寄せてくるんですよ。僕が何か嫌い、トマト嫌い、僕は何でも食べるんですけど、はい、トマト嫌いやってたらトマト入れないと、ね、なるほど。そんなことをやってたらお客様の価値と変わってくる、はい、それとやっぱり舌ってやっぱり老化するんですよね。うん、だからやっぱり自分もだんだん自信がなくなってくるんで、本当に自分が味わかってるかって言われた時、はい、だんだん自信なくなってくるんで、それやっぱりその一番試食とかしている担当が、まあ、腹を決めてやった方が僕はやっぱりお客様目線から外れないような気がするんですよね。いやー、でもやっぱ日本人って食べ放題好きだし、はい、飲み放題好きだし、詰め放題も好きじゃないですか。大好きですね。ねえ、さとちゃん行くでしょ。さとちゃんって言うと改名しようかしら。すずちゃん、まあ、佐藤ちゃんにしてたけど助かる。すずちゃんやるで、行くでしょ、食べ放題飲み放題。もやっぱ、ね、関西人特に好きじゃないですか、食べ放題飲み放題、はい、詰め放題、ね、詰め放題、ね、くすぐられますよね、いくつになっても、はい、放題が好きなんだよ ね。お子さんにね、好きなだけ食べてって言う店にしたいんですよ。よくね、回転寿司ってこう金の皿あかんでとか言うね、はい、そうなるとですね、やっぱりちょっとあれだから、うん、食べ放題の人ってやっぱそのお子さんがね、好きなものを好きなだけ食べれるっていう。SRS にとって M&A ってどういうものなんでしょう。やっぱり時間を買うっていうのじゃないですけども、うんうん、やっぱり新しい業態ってそんな簡単にね、みんな誰がやっても成功するわけじゃないし、我々も今までいろいろ努力してきたんですけど、成功したのは本当に数いくつかだけで、やっぱり失敗の上に実は出来上がってるんですよね。いいと思ったもので、かつ
手放したいという方がいらっしゃったら、やっぱりそれを広げることが、まあ、お客さんが増えるということはお客様に対するやっぱり社会貢献にもなると。なるほど。かつ会社の成長にも、つながる。鳥匠さんもやはりちょっと困ってるなという相談があったわけなんですか。あのオーナーの方がですね、はい、思った以上に人気が出ちゃって、わっと増えちゃったんですよね。そうなると本当に数少ない方々で運営をされてて、もう素晴らしい方々なんですけど、でもこれ以上大きくなったら自分の手には負えない。だけどもっとこのビジネスを広げたい、なるほど、だったら専門の会社に任せた方がいいんじゃないかっていうお話があったんですよね。そこで手を貸していただけませんかということだったんですか。ここまで僕やったんで、ここからはそちらでもっと大きくして、はい、もっと言うなら世界にも広げてくださいという、そういう M&A もあるんですね。まあ、これ外食産業っていうのはね、変化が激しいんですよね、需要がですね、でそうするとですね、各価格帯にですね、その時々時代によってですね、非常にニーズがあるお店があってですね、そこにですね、まあ、出店閉店も含めてですね、その経営資源を重点的に配置できると。なるほど。これは大きなスケールメリットとしてありますね。確かにね、その経営資源をどこに持っていくか、はい、重きをどこに置くかっていうのは常にそれ考えてらっしゃいますか。はい、それが僕の仕事だと思ってますね。あ、はい、逆に言うとじゃあ畳む店も今後出てくる可能性。あ、もちろんそうですね。畳むブランドっていうんですか。はい、ああなるほどね。だから各担当はね、はい、やっぱりそれぞれが独立してね、やっぱり他のブランドに負けないという気持ちで、努力してくれると嬉しいなと思いますね。切磋琢磨するんですね、このグループ内でね。はい、あ、それはいい戦いかもしれませんね。はい、兄からのサプライズメッセージ。いつもありがとう。社長、ここでねちょっととある方からメッセージが届いておりますので、はいはい、ご覧いただきたいと思います。いつも横で見ていると安心して見ていられます。これはあなたが日々努力している、それが肌で感じられるということだと思います。これからもですね、非常に難しい時代になっていく中でどういう舵取りをするかということなんですけれども、我が社のプレゼンスをより高めて、ハイスピードで成長していただきたいというふうに思います。そのためには微力ではありますけれども全力でバックアップをしたいというふうに心に決めています。これからも今まで以上に頑張っていただきたいというふうに思います。というね、お兄様現会長からのメッセージでしたが、ハイスピードでってこともありましたね。はい、まあ、ありがたい言葉ですけど、言うの簡単ですからね。ハイスピードで進化させなきゃいけないってね、はい、じゃあ常にこう結果を出し続けなきゃいけないってことですかね。そうですね、やっぱりさっき同じだと思いますけど、止まっちゃいけないですよね。やっぱりビジネス止まったら負けだと思うんですよね。では次をもって最後の質問とさせていただきたいと思います。重里社長は考えるリーダーに必要なこととは何ですか。和食のファミレス王、躍進の秘密がここに。最後の質問です。重里社長は考えるリーダーに必要なこととは何でしょうか。明るさです、はあ、と言いますと、やっぱりですね、私もそうなんですけど、暗い人のところに人寄ってこないですよね。ぐち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 文句言ってる人のところに近寄りたくないですよね。はい、明るさはまあポジティブさっていうのにもつながるのかもしれないですけど、やっぱ明るく仕事はやっていくことが僕は本当に大事だと思ってるし、明るくやってれば人が自然に集まってくる、まあ、その中でやはりリーダーシップっていうのは発揮しやすい。簡単そうですけどやっぱしんどいこともありますから。そうでしょうね。いつも明るくしてるっていうのは決して簡単じゃないなと思ってて、だから僕らも部下にも明るくやろうよと、自分の部下見てる、さらなる下の部下見てますから、はい、やっぱり明るい人がやっぱりいいなって思うんですよね。だからそれ明るさがポジティブさにもつながるし、さっき言った前へ進めという力にも
まあ、つながっていくというふうに僕は自分がやってて感じますね。じゃあもう社長の周辺は常に笑い声が絶えないって感じですか。はい、もうちょっとさすがにいっぱい会社知らないんですけど、やっぱ知ってる限りで僕は自分の会社明るい、いつもね、ああふざけすぎてんじゃないかという感じを受ける時が多いですね。ああそうですか。大きな笑い声とかね、オフィスなのに、やっぱり聞こえてくるんですよね。いやそれ僕がすごい嬉しくて、抜き打ちチェックを受けた店舗内でもやっぱり笑顔が少ないかどうかは分かるんですか。いや分かりますね。あのね、うん、正直言って僕ら、まあ、一応いっぱい店回ってるんで、入り口入った瞬間に、うん、この店が今売り上げ上がってるか下がっていくかはほぼ分かります。だいたい分かります。お店の持っているこの熱量っていうか雰囲気ですかね。雰囲気、もう働いてる人たちの雰囲気で、もうやっぱり表情とかで、はい、お客さんより働いてる人の雰囲気とか全体的な空気感で、まあ、そのお店が今伸びてるのかいやいやまずいの状態なのかっていうのは、まあ、大体分かりますよ。やっぱりこのリーダー店長に当たるような人たちの、はい、リーダーシップあるいは笑顔とか、はい、そういうこと、そういうことです。牽引力ってことですね、はい、それもリーダーですから。そうですよね。お店では店長はリーダーですから。はい、はい、次回のリーダーは象印魔法瓶創業者の孫市川則夫社長。究極の炊飯器の裏側に迫ります。